足跡を消して真っ白な世界に行けるの私風が心にささやくのこのままじゃダメなんだと戸惑い傷つき誰にも打ち明けずに悩んでたそれももうやめよう愛のままで空へ風に乗って愛のままで飛び出してみるの二度と趣味でギターを弾いてるっていうのもあって、すごいギターの音がもともと好きだったんですね。で、まあ、ストリートを地元でやってる人がすごく多かったので、広島か。そう、広島なんですけど。そうか。そうで、見に行くのがすごい大好きだったんですね。で、そこで友達ができたりとか、ミュージシャンと仲良くなったりとか。で、その中でギターちょっと最近始めてるんだって仲良くなったストリートミュージシャンに言ったら、今日やってみたらいいじゃんってその場でギターを流れてあ、うんって言って初めて歌ったんですよ。ですごい緊張もしてたんですけど、でもなんかその街が自分のこう声とギターでこう染まっていくというか、なんか景色がこう変わって見えて、その瞬間が始まっちゃったんだ。そして今では、アメリカで の有名なギターメーカーのギルドギターズが森さんの才能に惚れ込んで、楽器の提供など音楽活動を全面的にサポートする契約を日本人で初めて結ばれたということなんですね。いや、結構いるんですよ、日本の中でギルドのギター使ってる方、うん、ね、そうですね、ニューミュージックからフォークから幅広い方、たくさん有名なところにいるんですが、森さんで、どういう経緯で、私も最初ギルドさん雑誌の、しかも対談みたいな感じで思想コーナーみたいなのがあったんですね。でそれがきっかけでギルドっていうのを知って、すごい手に馴染む感じが衝撃的だったんですね。でそこから好きになってずっと弾いてて、本当にただ好きだから弾いてたんですけど、ギルドさんがすごく喜んでくださって、すごいそこでご縁ができて、
うん、まあ、あのエリック・クラプトンとかジミヘンなんかも森さんに並んだみたいな。いやそれはいい。これ何モデル今日使ってるのは？今日 D55 っていうタイプで、ね、ドレッドのちょっと大きめな。そうですね、はい、ちょっといいっすね。そうなんですよ。旬好きだな俺な。本当ですか。うん、ね、いいよ。俺もしくも D 買いに行こうかな。本当にいい音でそのレペートを歌っていただきましたが、うん、はい、森さんはもうカバーアルバムもいろいろ出されてますよね。はい、はい、去年、2作品、80年代、70年代の曲を中心にカバーさせてもらったものと、まあ、最近のも織り交ぜて作ったものと2種類出させてもらったんです。ノリ的にはストリートでやってた頃。そうですね、その頃からまだオリジナルがなかった頃みたいな。そうです、本当に好きで聴いていたりとか、うん、両親も音楽好きだったので、うん、両親の影響でやっぱり昔の名曲と言われる曲をやっぱり耳にしてたので、なんか好きになって、はい、もうベースになってるの。そうですね、まあ、名曲をカバーすることでたくさんの人に知っていただくきっかけにもまたなるんでしょうけれども、うん、はい、やはり森さんというとテレビ朝日の関ジャニの手話系とね、はい、カラオケ特選対決の負け知らずだった歌手を破るという、自分的にはどうなのそういうのっていうのは。いや、びっくりしました。本当にびっくりして、はい、私も大好きだったので、その曲が歌えるだけでもすごい幸せだったので、本人を本人目の前にするというのでさらなる緊張感がやっぱり生まれたんです。まあ、評価されたってことですね。そうですね、はい。で、今年の2月にはメジャーセカンドアルバムの10年後この手の下でが発売されましたね、うん、はい、どんな仕上がりになってますか。今回は結構ふるさとをベースにした曲がたくさん詰まっていて、はい、特にアルバムタイトル曲でもある10年後この手の下でっていうのは、実は東北、仙台だったり石巻だったり、本当にツアーの中で実はちょっと空き時間ができて行ってみようって車で移動してたの でその中で実は車の中で作った曲なんですね。こうだからこう車の中から見えてる景色が、あ、ここも誰かのふるさとなんだとか、私の地元の街に似てるなとか、そういうのをこう考えながら実は作った曲なので、まあ、もちろん東北の固いの思いもそうなんですけれども、当たり前のようで当たり前じゃないふるさとっていう存在だったりとか、まあ、家族とか友達の存在を改めてこうほっこり思える時間が増えてほしいなって思って。思いますね、やっぱり。やっぱりこう 見ながら作ったっていうか、その思いのままに作った曲だからなおさらかな、なんだろうね、なんかね、なんか曲にしてくれてありがとうっていう感じ。そうですよね。そして来月は仙台の皆さんも森さんの歌声を直接聴けるチャンスがあります。はい、6月18日の水曜日、仙台ダーウィンでめぐみ森アコースティックツアー2014 10年後この木の下でが行われます。ライブはどんな風に進んでいくと思うんですか。弾き語りのライブを実は春からやって一旦ここで終わったんですね。でもそのパワーを引き継いで受け継いでアコースティックツアー、サポートメンバーを使ってのライブなので、まあそこで貯めたパワーをそのステージでぶつけたいなと思ってます。アコギもちょっと増えたり増えたり、あとやっぱメンバーもいるので一人じゃできないこう音の作り方だったり、そういうのだろうね、どういう風に変わるのか。では、生意気テレビをご覧の皆さんに、そうですね、一言メッセージいただきます。じゃあ、このカメラでお願いします。はい、今回初めて生意気テレビに出させていただきましたので、きっと初めましての方も、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、これからもギター抱えて歌を届けていきますので、応援よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして今日、はい、もう一曲歌ってもらえるんですよね。はい。はい、で、じゃその前にですね、はいはい、プレゼント抽選の2回目のキーワードはなんと、しかも森さんにお願いしようと思います。では、はい、キーワードの発表です。キーワードはこちら、はい、10年後この木の下で。あ、タイトルそのままですよ。はい、歌っていただきますのも10年後この木の下でです。では準備をお願いします。お願いします。いや、なんか俺、はい、今日ね、ギルドのギター本当に欲しくなっちゃった。森さんが行くからいい音出るんだよね。これね、ね、本当に本さんには失礼だと思うんですが、買っても同じことができるかというと、またちょっとツアー出てますんで、ちょっとおさらいお願いします。はい、ハルメグミアコースティックツアー2014 10年後この木の下では6月18日仙台ダーウィンで行われます。19時半の開演です。まだ少しチケットあるということですので、皆さんぜひ
聴いてみてください。この前俺ギター買ったんですよ。あ、ちょっとちっちゃめなアンプ内蔵のね遊びのやつ来たら、なんかギター屋さんに、え、これ買うんですかって言われて、すいませんみたいな本格的なのちょっとこれ買いに行きたいと思います。はい、はい、ではご準備できたようです。めぐみさんで10年後この日の下で、どうぞ。